山川穂高がソフトバンクに加入し、中村晃との一塁争いが火花を散らす、そんな見出しに期待していたファンも多かったことだろう。しかし、現実はそうではなかった。むしろ、ポジション争いと呼ぶにはあまりにも明らかな結末が待っていた。山川の加入は、ソフトバンクにとっては右の強打者としての期待が大きかった。彼の長距離砲はチームにとって不可欠な要素であり、 その能力は疑いいようがないしかしその一方で中村晃もまたチームにとって欠かせない存在だった彼の安定感じある打撃と堅実な守備はソフトバンクにとって長年の支柱となってきたそうした中で一塁争いが熱を帯びるのではなくある意味当然の結末に向かったのは両選手の特徴や状況から見ても不思議ではない 山川の長打力や右の強打者としての需要は明白でありソフトバンクが彼を獲得した背景にもそれがうかがえる一方の中村は自らの実力と経験に基づく安定感が彼を一塁の守備と打撃で欠かせない存在にしていたまたポジション争いにおいても両選手の特性には明確な違いがある中村は外野もこなせるユーティリティプレイヤーであり 彼の存在はチームにとって柔軟性をもたらす。一方の山川は一類カディー H の選択肢しかなく、彼が一類に定着すれば、チームにとって他のオークションが限られることになる。さらに、選手個々の特性やチームの戦略だけでなく、年齢や経験も一類争いの結末に影響を与えた。中村はベテランであり、自身のプレイスタイルや役割を理解している。 彼はチームのために自らの役割を果たし、チームの成功に貢献することを重視している。一方の山川は若手であり、まだまだ成長の余地がある。彼の加入はチームに新たな刺激を与え、チーム全体の競争力を高めることが期待されている。ソフトバンクの一塁争いは、単なるポジション争いに止まらない。それはチームの戦略や選手個々の特性、 さらにはチームの未来にまで影響を与えるものだそしてその結末は単なる競争の結果ではなくチーム全体のバランスや将来性を考慮した上での結論である。